司法書士の重森です。大阪市内出張無料で司法書士をやっております。相続財産の中に株式がある場合、どのような手続きをするかご存知ですか？株式は日々評価が変わるので、財産の価格を決定するのが難しい財産です。なおかつその他の不動産、現金とのバランスを考えると、いつの時点の株式の評価にするか難しくなります。また株式を相続しようと思うと、その証券会社に口座を持ってなければ、新たにご自身の口座を開設する必要があります。証券会社の口座を開設して、それで相続手続きをして、父親等の株式を受け継ぐということになります。司法書士の重森でした。